方言としとては。喋るとき自然に方言出る。妹せんかったね。ほうれい線だっけ。そう、ほうれい線が最近気になるんですよ。ほうれい線かわいい。ほうれい線、なんか笑ったりしたら多分落ちんようにしてね。最近すごい笑顔を作ったり、なんかずっと笑ってるとなんかそこに線がついちゃって、すごいここにほうれい線ができるの。え、それが悩みなの。え、マリン大丈夫ここ。うん、いけてる。なんとですね、なんとなんと、お、何ですか。アイスじゃーん。マリン見えてない。今からこのわさびを土台にします。あ、水場のお店に、大阪のコンビニにはありました。これこちらです。じゃーん。そう、大阪感じたくて、名古屋と違うもの感じようと思ったら、なんか豚汁が売ってるコンビニに白味噌だったから食べてみた。待って、怖いんだけど、絶対これ溶けとるくない、うん、ほら、触って。あれ頑張ったからね。大阪に染まったな。だってやって、聞こえないこと、運命の時です。だってマリンですらこれだよ。え、待って、これ活用方法ないの。今から牛乳買いに行って混ぜるとかさ。ほら見える、みんな液体じゃん。ほら、あ、ジュースです。ハーゲンダッツのジュース、楽しみ、初めてだ。はい、いただきます。とろとろ、おいしい、おいしい、溶けても、うん、めっちゃおいしい。よかった。それはやっぱハゲンダッツだけんかな、濃厚さが残ってる。なんかね、違う、あのホテルの冷蔵庫の、うん、冷凍庫がつかなと思ったんだよね。そう、てかホテルなんで冷凍庫ないのかな、ホテルって普通に。うん、どうなんだろうね、うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。たこ焼きにわさび合いそうね。絶対合うと思うんだよね。でも今日ケータリングにわなかさんが来てて、うんうん、めっちゃ美味しかった、ね、めっちゃ美味しくて5種類ぐらいあって、種類も、うん、ピリ辛ソース食べてなかった。ピリ辛ソース食べたかった、めっちゃ悩んだ。なんかでもソース、なんか他のやつに挑戦する勇気が出なくて、うん、それなら何味食べた？塩とソースで満たしたいなと思って、うん、ソースと塩ばっかり食べた。あ、塩食べてない。ん？損してるよ。塩めっちゃ美味しかった。ちかさんも塩が一番美味しかったって言っとって、うん、あー、本当に。え、どういう味だった？ん？だよね。言うと思った。それしかないよね。うん、濃厚な塩って感じ。濃厚な塩って何？違う、うーん、あの上品な塩って感じ。あ、上品な塩って感じ。うん、塩わさび吸ってほしい。すごい美味しかった。なんかね、公演終わりに食べて、なんか一人で食べきれる気がしなかったから、横にあると半分こした。あ、アフター配信までの時間に、うんうん、551の肉まん、あれ豚まん、めっちゃ美味しかった。なんか美味しかった。うんうん、聞いて聞いて、うん、肉まん、肉まんってあるじゃないですか。うん、肉まんってポン酢とかつけんと。ポン酢、関西の方もつけないですか？ね、九州はつける。あ、豚まんだって。うん。え、そう、もう熊本に住んでる時も絶対にポン酢は必須。肉まんにポン酢つけないでどんな味がするのっていう。だから未だに名古屋のコンビニで肉まん買ってポン酢ついてこないと、え、どういうことって。もなんかなんかね、あのたこ焼きのソースなしを食べてる感覚としては。でもその今日の551の豚まんはめっちゃ美味しくて、美味しかったね。お前、うん、なんか肉まん自体普段あんま食べないからさ、うん、肉まん自体食べたのが3年ぶりな気がする。ムルコも久しぶりかも。めっちゃ久しぶりに食べた。あ、からしだった。なんたらまん的なやつ。
からしな、そうからしも、そうからしも置いてあって551の豚まんに、うん、でからしをねバッグの中に入れたんだけど、うん、バッグの中で行方不明になって、うん、何もつけずに食べたら美味しかったって話です。うん、どうでもなんだか、うん、あとは何が来とったっけ、あなんか、うん、エルが食べた味は明太マヨ味と特製ソースとポン酢と、あとまたもう一回ポン酢はチカさんと半分こ、うん、4個入りだったから2個入りにして、うん、あとはやばい、冷たすぎて手が痒くなった。あ、でも14個ぐらいかな。なんか手切れてる。悲しい。でもね、今日の差し入れをいっぱいもらってきた。1個目。もう。もんち。そう、食べ放題。あ、それめっちゃ美味しかった。なんかフィルターつけてみよう。黒豆マドレーヌ。え、黒豆が入ってるの？え？この。もうね、ほんと、ね、待って、ちょっと、一言言わせて。めっちゃ楽しかった、今日。楽しかったね。今、テンション高いです。本当に今日楽しかった。もうチームエースでよかったなって、本当に思ったし。もうファンの方もすごく、名古屋にありそうなやつ。温かい目で見てくれて嬉しかったし、たくさんつぶえてくれて嬉しかったし。これはでも、大阪で作ってるわ、成城市。もう本当に今日、すごく楽しかったんですよ。カカオベイビーブラウニータコパティ、楽しかった。タコの味がするのが何か、みんな楽しかったですか。もう食べたアイス、うん、なんかね、もうジュースだったあとは見て、かわいい、これ何、アメガム、ルカも取った、なんか何だかわからない、何か。じゃあ今日の反省会するしよう。早いね、ちょっと楽しかった、もうテンションなのね。楽しかった。そう、お土産めっちゃあったよね。ね、お土産、あ、差し入れか。 あとね、今ちょっと食べた後なんで見せれないんですけど、551のお弁当ね、あったね、とミックスジュース見せる。あ、でも取れんかな。頑張って見せようじゃないか。今ここがすぐベッドにあるでしょ。ちょ、待って、見て、パンの、ね、あ、見て、これもあるよ。白い恋人じゃないわ、面白い恋人。これもいただいたんです、観光できないから。うん、優しい。あとこれ、これです。ああと、チャラリラリラリン、チャラリラリラリン、ミックスジュージュって言って、マリン、ミックスジュージュ、かわいいねそう、これ美味しいのかな。すごい美味しい飲み方が人で表現してある。ひんやりふりふりごくごくだって、うん、面白い恋人ってどういう味ですか。それこれでやるとなんかめっちゃテレビが反射しちゃう。え、確かに普通の、でも普通の白い恋人を食べたことないからさ、うん、なんかどんな感じなのか全然わかんない。え、食べたことない。え、ない。え、アミからもらったやつ。あ、もらった、まだ食べてない。え、めっちゃ美味しいよ。本当。ミックスジュース美味しいんだって。めっちゃ。え、お家に帰ったらじゃあ倉島のもらった、倉島からもらった白い恋人と食べ比べするわ。アミがくれたね。ジャガポックル今バッグに入ってる。マリもお土産買ってあげなきゃ。面白い恋人、ゴーフル、ゴーフルって何？ゴルフ？ゴーフル？うん。もちろんアミちゃんにもあげますね。里カホもね、くれたから。うん、じゃあ今日は本当に楽しかったね。ね、楽しかった。あと、じゃあ今日の反省会します。はい、よろしくお願いします。お願いします。まず、はい、昼と夜あったじゃないですか。ありましたね。で、ちょっと発表していきますか。はい、ルカはあのハート型ウイルスをしたんですけど、夜公演、うん、あの
ももたんの歌わりなのに自分もなんかめっちゃ歌っちゃいました。でも歌いかけようとして、うん、一言歌ってあももたんの歌わりだあやば振りなんだっけってなっちゃったのそうだからそれが本当にあの配信で映ってないことだけが本当に、うん、もうお願いです。もう昼ねめっちゃ振り間違えたんだよね、うん、なんか楽しくなっちゃうとさリハではできてもさ間違えん。うんそうなんだよ ねめっちゃ間違えちゃったからなんか反省するとこは多すぎるけど、うん、あファンの人とにすごい手を振ろうと思って、うん、ちょっと遠回りしたらゆずぽとぶつかっちゃって申し訳なかったごめんねぶつかっちゃったの、うん、そしてそのまま振り間違えた。え何の曲。え放課後レッスンで あのなんか放課後レスってなんか先に踊る人と後に踊る人がいるんですけどなんか先に踊る人になっちゃった間違えて、うん、でしゃっくり出そう。夜は放課後レスで転びましたね。放課後レスマリンだったよね。誰か転んだと思ったら、うん、スカートのなんかヒラヒラが取れてて、うん、そのヒラヒラに引っかかってと転んじゃった、うん、ヒラヒラに。えめっちゃ痛くなかったじゃん転んだの。うん、全然だってマリンさん前もっと派手な転び方したんだよね。ほうがこれあれはサマステだったな。ユズボとぶつかった音符ユズボとぶつかったみたいな今の気持ちはユズボとぶつかったみたいな感じだけど、うん、ユズボとぶつかった音符つくだけで全然違うね、うん、あとはまずハート型ウイルスは本当に反省。なんかやっぱ楽しすぎて、うん、なんか歌っちゃったでもマイクは入った中だと思います声、うん、いやわかんない歌いかけみたいな。そう歌いかけみたいな。でえっ何だっけだってってなって、うん、あとは、うん、やっぱ転んでたってきてる転びました、ね、転びました。垢抜け選抜についてだって。垢抜け選抜でも最初めっちゃ怖かった。かっこ悪い。でも最初さやっぱあのユニットのメンバー見てなんか大体コンセプトなんかなんとなく分かるけど、うん、うちらだけどうしても分かんなくて、うん、どういうやつ。まあ元気とかかなと思ったの最初、うん、元気な人を集めましたみたいな感じかなと思ったら、うん、全然違った。垢抜け選抜。垢抜け選抜でした。いや本当に確かに、うん、前髪垢抜け選抜。あやばい、いいな垢抜け選抜。電池が少なくなってますよ止まっちゃったごめん電池が少なくなってますって言われた。くるやってなっちゃった年上 MC についてめっちゃ怒ってます。怒ってます。何があったの。あ年上 MC だ年上 MC あの、うん、あのやっぱり、うん、でも5人いるの。ああそうね私たちの同じ、ね、成人メンバーがまだ成人してないですけども。そうなんです。ルカとマリンとアイアイさんとヒメタン。でもまあルカが6月に生まれたのが悪いんですよ。でもその悪いって言うと産んでくれた親に失礼じゃんそうだね。だから感謝したいし、うん、逆に、うん、しかもなんか大人に見られたい気持ちがめちゃくちゃあって、うん、なんか今までは子供可愛いとかよかったけどなんか大人に見られるのも悪くないなって思ってきたてそうだね、うん、そう。でもルカとマリンさ4ヶ月しか同じ年じゃないじゃん。まあ、そうだね確かに、うん、だけんさ、うん、なんかこんなにも違うんだな同い年。同い年の学年だけど4ヶ月も違うって考えるとびっくりじゃない。確かに、うん、でも逆にこっちなんか1月2月3月生まれなんか1月2月とかその辺が多かったからさ。待って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 待死んじゃう。はい。あ笑いが止まる。
めっちゃアイスをこぼしました。お腹痛い。もう本当にびっくりした。本当にびっくりした。どうしようどうしよう。あーやっちまったよ。やっちまった。まあまあな。まあ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 こぼしたね。あとお腹痛い。どうしよう。やっぱ調子乗って大人に見られたいとか話したから。そうだよ。え、どうする。しかもこうやってなんかここにすぐベッドがあって、なんかそうだよねって突っ込んだ先がハーゲンだったね。落ち着こう。そうだね、ハーゲンだつ。まあいいや、イチゴの香りするからベッドが。お騒がせしました。でもね、みんな言ってたの、るーちゃんが大人組なんだねって。そう、めっちゃ言われましたよ、周りに。めっちゃ言われた。そう、大人なの。もう二十歳って超大人だよね、うん、めちゃまだまだお子ちゃまって言われて、恥ずかしい。恥ずかしいよ。今どういう状況ですか。アイスをルーちゃん壊しました。揺りかかった先がハーゲンダッツで、そのままダラーンって倒れて私の手元に来る直前で止めたというお話です。何事もなかったかのような顔するじゃん。で、楽しかったね、やっぱ共通は。ね、楽しかった。ね、あと反省は、うん、本当に、なんか、あの横腹がめっちゃ痛くなったの。あ、昼公演飛ばしすぎて、そうだからね、たこ焼きだのせいだと思った。横腹？そう、たこ焼きをね、4個食べていったんですよ。うん、何も食べてなくて、これじゃあ、何も食べないとやばいと思って、いっぱい曲披露するしと思って、唐揚げを、あ、唐揚げじゃない、たこ焼き、たこ焼き4個食べてたら横腹がめっちゃ痛くて、うん、チーム S 曲メドレーから、凍える前にから、うん、無意識の色までのターンでめっちゃお腹、横腹が痛くて、うん、たこ焼き4個食べて、うん、でも夜公演の前にたこ焼きを8個ぐらい食べて、10個食べたんですよ。で、10個食べて、そしたら横腹痛くなんなかったの。だからたこ焼きのおかげだと思った。そこで変わった。たこ焼きね、すごいよね。前も横腹痛くなるかなと思ったけど、たこ焼き全然痛くならない。そう、いっぱい食べれば食べるほど横腹が痛くなんなくて、そう、でも飛ばしすぎたっていうのもあるかな。うん、でもマリウの話はやっぱり MC で、うん、大阪、あ、違う、全部大阪ベイシティって言ったのと、ニコニコ生放送っていう言葉が出てこなくて、うん、あ、やばいって言っちゃった。本当にめっちゃ練習したのに。ずっと言ってるよね。昨日の夜からずっとね、台本見て練習したのに。そう、なんかね、台本見たりとかさ、本番前練習してる時は本当に言えるんですけど、うん、やっぱファンの方が入ると、うん、なんだろうね、なんだろうね、うん、緊張というかな、人がいないところでやるじゃないですか、セリフとか練習したり。だから一気に緊張してもうド忘れてんのかな、うん、ね、ド忘れしちゃった。そう、え、ベイサイドをもうベイシティって言ったところでもうニコニコ生放送っていう言葉はマリの頭から消え去った。ベイシティって何と重なったの。なんか違う、ベイって来たらた、まあ、シティ来そうだなみたいな。でも裏で練習してる時も何回もベイシティベイシティって言っちゃった。ベイサイドって覚えたから、うん、ベイシティあれってなって、隣見たらみんなにベイサイドだよって言われたから、ベイサイドみたいな。面白。でも帰りに気づいたの、タクシー乗ってこの移動してたら、うん、ベイシティじゃない、大阪ベイみたいな建物があったから、うん、その大阪ベイみたいなサイドにあるからベイサイドなんだって学んだ。横ら辺にあるからベイサイドなんだ。大阪ベイがあるのどっかに。あ、そう、大阪ベイみたいな建物を見つけたの、帰り道にベイサイド、だからそれの横だからサイドかなって。すごい、え、待って、55分だって。マリは本読んだ方がいいと思う。突然だね、本。え、マリめっちゃ頭いい。よくないよ。でもマリ日本語になんか国語できないから。え、マリも頭いいし、なんかね、なんだろう、哲学って言うの、
そういう言葉がうまいです、うん、ありがとう。え、ベイってん港らしいよ。あ、確かに。だから大阪のベイのサイドってことか。そういうこと、ね、うわ、確かに目の前に海あった、ね、確かに。だからゼップ名古屋はさ、あのベイがないから、ね、ゼップ名古屋。でも大阪ベイっていう建物があったんだよね。あ、マジ？すごい。だからかと思った。なるほどね。めっちゃ突っ込みきた。ベイはワンだって。確かに。めっちゃ綺麗だ。楽屋から見える。と見えた。海ね。なんか楽屋で。港、みんな港だ。見たら、ね、観覧車見えたから、あれはどこの観覧車って言ったら伊豆に、うん、なんだっけ、海遊館？うん。なんかそう、なんか水族館のところのやつだった。でもなんか乗ったことあったわあれ。そうなの、うん、なんかちっちゃい時乗った記憶ある、だからあれかってなった。あ、ゼップナンバー大阪もあるんだって。横浜ベイスターズのベイと同じよ。ナンバー大阪は簡単じゃん、うん、確かにね。ベイって来たらちょっとマリン的に、ね、うん、初めて行ったもん、ベイサイドって、うん、名前、うん、あれ海じゃないの、港、うん、あ、ワン、ごめんなさい、うん、あれがワンなのね。ね、でもね、やっぱワッショイタイム楽しかった。でも大阪ってなんか水に囲まれてない、海、湾、確かに。なんか愛知県あんまりさ、端っこしかないから、水海、水、端っこしかないから、ちょっと、これからまだまだリズムに合わせて、なんちゃらなんちゃら、3、2、1。エイセめっちゃ楽しかった。ちなみにワッシュエスの名前は昨日覚えました。おー、あーね、昨日みんなでね、うん、昨日覚えた、覚えたね。そう、名簿順でしたね、あれは。うん、ね、じゃあもうすぐ終わる。うん、見てくれてありがとうございました。ありがとう。まあでも12時にそのまま切れる、切れる。あ、そうだね、切れる。そうやん、アギアのメンバー多い。え、めっちゃ多いよね、赤、青、あ、そう、アラの、が多いんだよ、確か。あ、でも3人しかいない。あ、いいよ、あ、いいよじゃない、あ、よって考えたら、おまでか。吸気性が多いんだよ、確か。赤、か吸気性 は, はなんか入った時半分アギオの人だった。だからなんかマネージャーさんがなんかアギオの人で分かれてた、なんか6人いた、アギオの人。でもね、お名前を頑張って覚え方がね、あったよね、うちらの中で。そうそう、なるとき、なんか、あ、最初はまあひなのにきみちゃん、まあ、うん、赤青ちゃん、うん、赤青ね。で、その次のひなのにきみちゃん、ひめたんゆずぽは、赤青ガリガリで覚えました。そう、赤青ガリガリで覚えました、私は。そうやって頑張って覚えてたの。ガリガリだからね。そう、で、あとはなんかぬーちゃん、ゆゆ、あゆかぴょん、横にはちょっと言いにくい2人みたいな。ああ、なるほどね。ちょっと長めで覚えて、マリンにアイアイはまあまあまあ同じ年みたいな。うん、その後はあ、ナイアンと、あ、違う、あれ、ナイアンとピオ、あ、そう、ナイアンとピオさん、ナイアン、ピアス、ナイアンのちょっとなんか前の写真がピオさんに一時期似てたから、そう、ナイアンピオス、ナイアンピオスってすぐ覚えて、で、中ちゃん、イズリンか、違うか、わかんない。こうやってなんかセットで覚えてたの。ね、待って、あともう終わるよ、あと1分だって。あら、じゃあおやすみなさい。ありがとう、ありがとう、またね、バイバイ、バイバイ。あと20秒だって、20、19、18。時差あるからもっと早そう。おやすみ、おやすみ。意外と切れないやつね。あと10秒で切れると思う。本当？缶。